皆さんこんにちは。今日の知っとくは、早食いが太る理由です。早食いは肥満になると言われますが、これは科学的に根拠のあることのようです。標準的な体重のグループと肥満のグループとに全く同じ内容の食事を出した結果、標準体重の女性たちは食べ終わるのに15分から18分かかりましたが、肥満女性たちは11分から13分で食べきってしまったという実験結果があります。この食べる速さと肥満の関係は、脳の満腹中枢と関連付けられます。物を食べると血糖値が上がります。そして血糖値がある程度上がると、脳は満腹中枢に対して、もうお腹いっぱいと思いなさい、血糖値が十分に上がったよという指令を出すのです。血糖値は物を食べてから15分から20分ほどで上がります。つまり早食いをすると血糖値が上がらず、満腹中枢が刺激されていない間に、本当は満腹になる量を食べているにもかかわらず、まだ足りないと思って必要以上に食べ物を口にしてしまうというわけです。よく言われることですが、ゆっくりとご飯を食べるように意識することで、摂取カロリーを無理なく減らし、ダイエットにつなげることができるのです。明日からゆっくりご飯を食べることを心がけようと思います。